どうもこんにちは、おもチャンネルです。さあ今回はね、はい、こちらちょっと見ていきたいと思います。はい、今回は、はい、ホットビールのね5台のアソートパックになってて、ワイルドスピードの分ですね。はい、こちらねちょっと見ていきたいと思うんですが、もうほんと車好きの方ならね、もう皆さんね見ていらっしゃるであろうワイルドスピードシリーズのね、はい、車両が5台ねパックになって登場です。まあこれまでに発売された車両多分ねあると思います。僕一番上これ多分持ってたと思うんですけど、今回のねセット内容はこれですね、61年のインパラに、これがフォード GT だったかな、ここ書いてましたね名前書いてました、フォード GT の40ですね。で3代目が72年のフォードグラントリノで、で僕がこれ一番欲しかったんですよ。これ今回のねパック欲しかった、これランエボですね、ランエボで、あ Z も欲しかったZ も欲しかったです。これが 350Z ですね。まあこんなね素敵なね5種パックになってるんで、ではでは早速ね見ていきたいと思います。で今ちょっとこうパッケージ見渡したんですけど、これってどっから開けりゃいいのかなと思ってるんですが、ブリスターじゃないからなんか簡単に開けれるかなと思ったんですけど、開け口がないのよね。パッと見このねどちらかの側面をこうビリッといかなくちゃならない系な気がして、それはちょっと気が引けるんで、今回はねこの図書かな、下でいっか、ここの部分ねちょっとねカットしてちょっとパーッとねこう引き出してみたいかなと思います。さあさあそれではちょっと行ってみましょう。っていうかこれの開け方ほんと綺麗にね開ける方を知ってる方いらっしゃいましたらちょっと教えてくださいね。わかんないこれ箱見てもね。じゃあとりあえず開けちゃいましょう。なんかこれが一番良さげなんですよね。端っこまでこれちゃんといっとかないとあれかな、開かないのかな。お、これでなんとか綺麗にいけそう。あ、これいけるじゃない、ここちょっとちゃんと開けれるようにしといてほしいですねさあそれでは行ってみたいと思います。おー、いいねー、素晴らしい。じゃあ上から行きましょうか。まず1台目ね、インパラですね、インパラ。さあそれではね見ていきたいと思います。僕これ過去多分ね紹介したことあると思うんですけども、車体的にはまずねフロントの部分、はい、こちらね全てメッキ仕上げですね。パーツはシャーシと一体成形になってますね。でボディカラーは赤色で、サイドのデザインがこんな感じ、ここねこう前から後ろにかけてちょっと太くなるようなラインが書いてますね。まあ、前面しっかりとこうプリントで、あとここもねちゃんと文字書いてあります。で後ろの部分は、はい、シンプルにこんな感じで、まあレンズ周りの造形はしっかりとできてるのかなと。バンパーはメッキ仕上げですね。で反対側の、ね、側面は、はい、こうなっておりまして、上から見るとはいこんな感じで、くるっとね底の部分は、はい、このようになっております。でこちらの車両ね前輪と後輪のサイズがこのように違いますね。でまあホットビールなんでね、特に、サスペンションなどのギミックはないですね。手転がしのみがねできるようになってます。結構スムーズです。はい、まずということでね、まあ、さっと言っちゃいましたけども、はい、こちらね、61年のインパラでした。これ作品はどれに出てきたやつかな？多分、アイスブレイクかなんか出てきたと思うんですけど、なんとなくの記憶で言ってるんですが、まあ、間違ってたらごめんなさいですけどね。まあ、この後紹介するね、車両もね、詳しい方いらっしゃいましたら、ぜひね、コメント欄で教えてください。さあ、それではね、どんどんね、他の車両も見ていきましょう。さあ、それではね、続きましては、フォード GT40 ですね。さあ、ではくるっと見ていきますが、これも過去になんか紹介したことあるのかな、僕自身も見たことあるような気もするんですけど、似たようなデザインだったかもしれませんが、はい、ざっとね全体的にはこんな感じです。いいですね、こちらもねこのパールのブルーがねとてもねよく似合ってて、でこのね前から後ろにかけてこう2本のね白いラインが入ってる、とてもねかっこいい車両。ほんとねボディの形状もねよくねしっかりと再現されててかっこよく決まってますね。ね、ガルウィングとかなんかこう形あるんで開いてくれたりしたらねもうめっちゃ嬉しいんですけどね。おっとっとっとでもほんとよくできてますね。内装とかも結構ほんとしっかりとできてると思います。でこちらもギミック特にないですね。手転がしのみがねできるようになってます。はい、ということでね2台目ですね、こちらね GT40 40 40、どう読めばいいかはっきりしたところちょっとあんま分かってないんですけど、こちら見ていきましたが、これは作品なんだったっけ、スカイミッションでしたっけ。すげえ適当ですいませんけど多分あってたもん、多分スカイミッション出てきたやつだと思うんですが、まあこちらも結構実写に近いデザインがほんとねよく再現されててね、なかなかかっこよかったと思います。さあそれではね続いての車両行ってみましょう。ではでは3台目、続いてはフォードのグラントリノですね。はい、こちらもね見ていきたいと思いますが、まずはいフロントの周りはこんな感じですね。グリルやねライト周りはシルバーメッキ仕上げになってますね。でボディカラーがねこれ結構特徴のあるねパールのグリーンなんですけども、結構劇中に出てくるね車両本当によくね再現してるのかなと思います。ボディラインとかも本当美しいですね。で横のねこのラッピングのこのデザインもいい感じでね再現されてる、すごいかっこいいですねこのシャープなボディラインが。で後ろの部分は、はい、こうなってて、リア周りもここはシルバーメッキですね。はい、こんな感じの仕上がりです。いいね、渋いねこの車両。で反対側の側面は、はい、こうなっており
まして、上から見るとこんな感じです。ボンネットの形状とかも本当かっこいいですね。で、内装がこれメッキなんですよね。よく見たらギラギラで、底の部分は、はい、このようになっております。で、こちらもね、他と同じように手転がしのみがね、できるようになってます。はい、ということでこちらね、3代目フォードグラントリノでしたが、おそらくですが、ワイルドスピードのマックスかな、マックスに出てきた車両だと思います。一応軽く調べました。多分合ってると思いますがね、もし間違ってたらちょっと教えてください。いや、でもほんといいね、このボディライン、めっちゃかっこいい。さあさあ、それではね、続いての車両行ってみましょう。さあ、ではいよいよ4代目、僕は楽しみだったランエボ行ってみましょう。これはセブンになるのかな。さあ、それでね、見ていきたいと思いますが、まずフロントの部分こんな感じですね。まぁ、ちょっとこうね、ボディ色一色にね、こう塗られてるんで寂しい感じはしますが、まぁ、こう形状とかよくできてるかなと思います。三菱のね、エンブレムも立体的に作られてますね。で、ボディカラーはこれね、まあ、イエローって言っていいのかな、パールのイエローなんですけども、なかなかね、特殊なカラーなんで、結構ねこの色を出すっていうのはもうなんかこう難しそうなイメージあるんですけどね、まあいい感じのね雰囲気は出てるのかなと。まあ、個人的にはもう少し明るめの黄色でも良かったかなとは思いますけどね。で、側面のデザイン、ラッピングは、はい、こんな感じで、この辺りはまあ結構忠実に再現されてるのかなと思いますね。細かい文字とかちょっとこうね、入ってないんですけども。まあまあ、雰囲気はよく出てるのかなと。で、後ろね、テールの部分はこんな感じで、この目もボディ色一色ですね。リアスポイラーも同じカラーがそのまま全体的に塗られております。で、反対側のね、側面ですが、はい、こちら側もラッピング関係はいい感じの雰囲気出してますね。バッチリですね。で、上から見てみると、はい、こうなっていて、底の部分はこんな感じです。で、こちらももちろんね、手転がしのみがね、できるようになってます。はい、ということで、こちらね、まあ僕楽しみにしていましたランエボですが、ちょっとやっぱフロント周りがね、寂しいかなと思うんで、うん、ヘッドレットとか塗装入れちゃおうかなと。ね、普段動画ではそういうことあんまやらないんですけどね。ちょっとそういった手を入れたくなるような車両かもしれません。まあ難しいところですけど、このままでもね、いいっちゃいいですけどね。まあということで、はい、こちらね、ランサーエボリューションのセブンでした。セブンですよね。合ってますよね。で、シリーズで言うとこれは、これワイルドスピードの X2 だったっけ？後で映画見て確認します。だんだんラフになってきましたが、まあこちらもぜひね、コメントでね、ご教授お願いいたします。さあ、それでね、続いての車両、行ってみましょう。いや、ワイルドスピードはね、ほんとあの、作品が多いんでね、頭の中でごっちゃごちゃになっちゃうんですよね。さあ、それでは最後 Z 行きましょうか。はい、では見ていきますが、Z もなかなか出来いいですね。まずフロントのね、部分こんな感じになってます。ヘッドライトはシルバー塗装で、真ん中には日産のエンブレム、ちゃんとこうプリントで入ってますね。で、このデザインの感じが本当にね、雰囲気よく出来てて、このね、ベースのグレーカラーですね、パール色にはなるんですけども、グレーに、あとボンネットの部分がこれブラックと。ね、ちょっと塗装は若干荒い気もしますが、まあ雰囲気は本当よく出てますね。で、このね、フロントのスポイラーとかも本当形がかっこいい。で、側面のデザインは、はい、こうなっておりまして、Z のロゴは入ってますね。で、このボディラインといいね、このホイールのちょっと大きいところとかもね、いい感じだと思います。ちょっとバランスがどうなんだろう。もう少しホイールちっちゃい方がいいんだろう。まあ個人的な思いです。で、後ろね、テールの部分は、はい、こうなっております。レンズは赤の塗装仕上げですね。で、マフラーのところはシルバーメッキになってて、かっこいいね、これ。で、リアウィングはボディと一体成形と。で、デザイン面触れてなかったんですけど、ここね、ここは黒い感じで、こんな感じでラッピング入ってて、で、反対側がこれかっこいいんですよね。はい、こちら側、もう雰囲気バッチリじゃないですか。ねえ。かっこいいね、これ。ちょっと後でもう動画撮り終わってからまたゆっくり見よう。まあなかなかいいこう再現度だと思いますね。で、上から見てみると、はい、こうなっていって、くるとね、底の部分は、あ、ここメッキか。はい、こんな感じのギラギラです。で、こちらの車両もですね、手転がしのみがね、できるようになってます。いいね、Z。なかなかいい感じよ。これ僕、これ持ってなかったっけな。忘れちゃいましたね。でもこの感動が今あるってことは多分持ってないんでしょうね。まあ、ということでね、ラスト、フェアレディ Z でしたが、これはね、もう忘れもしない。東京ドルフトで出たやつですよね。いや、なかなかかっこいいね、これ。忘れもしない言うて間違ってたらすいませんですけど。いや、でも本当いい仕上がりになっておりました。はい、ということで、今回はですね、もうね、皆さん大好きな映画、ワイルドスピードより、こちらね、ホットビルのね、5車種のね、セットがね、登場したんで、ちょっとね、買って紹介してみましたが、さあ、いかがだったでしょうか。もう僕はもう大満足です。まあ、素晴らしい車両のね、パックになってたと思いますね。ちなみにこれでね、値段がね、1500円しなかったと思うんですよ。1400いくらだったと思うんで、もうすごくなんか、お買い得感がめっちゃありますね。まあ、細かいところで言うとね、ちょっとこう、塗装とか、まあ、ね、もう、そんなに言ったら気ないんですけども。
まあ本当ね、すごくね楽しめるね内容になってるのかなと思いますんで、そしてとてもね絵的にもう映えちゃうんで、映画ファンの方やね右側ファンの方はぜひね一度ねちょっとねこちらね手にしてみてください。で今回ね僕ね紹介した上で、あの映画に関する知識本当にあまりないんで、間違っているところございましたらお手数ですが、ぜひ皆様あのコメント欄でねご教授いただければなと思います。まあということで今回はねこの後にしていきたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしますのでよろしくお願いいたします。あとツイッターでインスタ、そして最近では LINE の公式アカウントの方でね、そちら限定のね動画も配信しているので、ぜひねお友達登録よろしくお願いいたします。では今回もね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いいたしましょう。ではね、ごきげんよう、さよなら、バイバイ。